川崎港は神奈川県川崎市にある港。港湾法上の港湾管理者は川崎市。高速法上では京浜港川崎区と称すると東京区がある。関税法上の開港。貨物取扱量では国内第6位。貿易額では国内11位の規模。港湾法上の国際戦略港湾である。川崎港は東京湾に面し。 北に、東京港、南に、横浜港の二大小港に挟まれ、京浜工業地帯の中心部に位置する工業港である。周辺は、東京湾岸道路や東京湾横断道路などの広域交通網が整備されており、東京国際空港にも近い。明治末期から埋め立てが始まり、1926年に開港。以来、 京品工業地帯の主要産業である鉄鋼、石油生成、石油化学、電気機器、金属、食品等の日本有数の産業を正規産業に持つ工業工として発展してきた。1998年には東大木島地区に川崎ファズ物流センターが稼働し、川崎港コンテナターミナルとともに商業工としての発展も図られている。なお、 KCT を運営していた第三セクターは、取扱い貨物量の低迷で、経営不振に陥り2004年に破産。現在は、市直営の公共コンテナ不当として、管理運営されている。コンテナターミナルの運営体制混乱により一部戦車が、利用を敬遠したこともあって、外房コンテナ取扱い個数は一時2万、TU 台まで落ち込んだ。その後貨物量は、 若干持ち直し、2006年の外房コンテナ取扱い個数は 35,147TEU。しかし、年20万から30万 TEU 程度は扱える、施設規模を勘案すると、いまだに取扱い個数は低迷を脱しておらず、国内1、2位のコンテナポートとして、活況を呈している近隣の東京港、横浜港と比べても、 その換算ぶりは際立っている。その一方で東京湾岸道路で景品良好と直結されている利便性から東扇島地区には国内有数の冷凍冷蔵倉庫群が立地しているほか FAZ 施設に近接した総合物流拠点用地も近年開発が活発化している。こうした保管流通機能施設の充実を踏まえ 隣接したコンテナ不当を今後どのように活性化し、利用促進していくかが、同行にとっての最重要課題の一つである。港一帯は2017年10月7日に、港オアシスの登録をし、川崎マリエンを代表施設に、港オアシス川崎として、川崎港の観光及び地域振興のさらなる推進を図るため、交流機能や情報発信力を高め、 川崎港の振興と観光都市として魅力ある町づくりを図っている。さらに近年は首都圏直下型地震や南関東大地震などの大規模災害に備える防災拠点としての役割も果たすべく機関的広域防災拠点が整備された。川崎港のランドサット画像。ありがとうございます。